どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も館内にやっていきたいと思います。落合さん、甲子園夏1回目の夏もとうとうここで終わります。ここ前回夏の甲子園負けたんで、ここ全力で勝ちに行きましょう。そんな感じで今回は最後の天才笠野組んでいきたいと思います。オーダー組んでまいります。行きましょう、試合開始。今ね、どうやったら末松君を使えるかどうか思ってさ、2、3分悩んだんだけど、結局使えなかったんだよね。あ、やべ、やらかした。ファンタの中で麦茶入れたらクソマジ。な感じで今日戦っていきましょう。総合戦力 A でございます。これは罰ゲームですね。やーべ、クソマジ。もう口の中が麦茶とファンタのオレンジで混ざってる。見ていきましょう、門松。うん、門松ね、うちの門松の方がなんか強い気がする。はい、見ていきましょう。カートエース、これは走れん。今回はもう、今回はみんな走るの禁止ね。はい、頑張りましょう。さあ、大室くんぐらいなら走れると思うんだよな。あ、強いね。徳永がちょっと少ないぐらい。うわ、のまま口が渋い。あー、まずい。行きますか、今日は全力で勝ちに行きますよ。行きましょう。カトノク3割5厘10本 OK。 1本いたじゃない。ゴールした、ゴール。あー、惜しい。このまま走る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 。 OKOKOK、 ナイス。こっから1点取ろうぜ。4番回ってくるでしょ。 OK、 いけ、ナイス。で、誰ですか。おそらく俺の予想だと落合さんだよねー。ナイス勝負シーン。2割8分6になんだかんだ打ってる。あ、そうだ、うちの今回のオーナーの振り返りだけやっていきましょう。1番ライト、嘘です、レフトです。長井君です。阿部ヒハイボールヒッターの秋内で最強の1番バッターでございます。4割5分8厘3本13打点でございます。で、2番、3本と3番でございます。通常3番の勝野、3割5分3厘10本。次、マスカは天才でございます。まだ打率上がってないけど、これから期待の選手でございますね。で、落合さん、4番落合さんです。と、まあ勝負手持ってです、最強なんじゃないでしょうか。はい、5番で、5番がクリリンです。もうなんか現実と同じで、結局5番に落ち着きましたね。パワーヒップルヒー、逆球丸とかインコースヒッター、太平洋球丸などなんかいい感じに特能じゃない、いい感じの特能が揃ってるんじゃないでしょうか。で、能登君、広角打法、キャッチャー P のいいキャッチャーになってくれました。次、ギーマです。ギーマ流し打ちホーム突入、いやー、男ずヒットルなんですけども、打率がちょっと下がったね。下がってもまあ触り込む6人があるんでいいと思うんですけど、まあそんな感じです。で、8番が荒金です。来年は1番打ってもらう予定でございます。で、エースが小塚で、末松です。末松、大村、代打、代打兼ユーティリティで、代打、代打で、大村ダイソー、大原ダイソー、岩尾、守備固め兼ダイソー、生駒、生田枠、門松、ムードマル枠です。アベレージヒッター持ってるんで、来年は活躍してもらいましょう。で、来年のエース小竹で、川添です。な感じで、うちのベンチメンバー以上全員紹介し終わりましたので、ここ全力で勝ちに行きましょう。できれば隅一じゃない勝利がしたい。もう今日はなんか余裕で勝ちたいんだよ。あー、結局今日もヒンダか、ヒンダか。行きましょう。もう勝野くんは11本乗せてほしいんだよな。 OK、 いいねいいねいいね。ノーアウトから点が出るのはでかい。勝野は果たして走れるのか。走った、いいね、頑張ったね。で、急成長使います。うーん、本当はセーフティー行きましょう。あー、どうしよっか、行こっか、セーフティー。うまいうまいうまいぞ、これはこれはうまい。セーブ、オッケー。走れると思う、みんな。俺は走れると思うんだよね。走ろう、オッケー。うそ、今のはセーフだろ。ビデオ判定、ビデオ判定。背中しで行け、落合さん。オッケー、これは点入った。オッケー、勝つの回ってこい、帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい。オッケー、ナイス。で、タイプ B のエースです。行こう、小塚、小塚、小塚、エース。オッケー、ナイス、荒金くん、ナイス。あれガーネじゃないです、あれカーネです。あー、今日一番のピンチ来ました。強心臓使っちゃいましょう。まあ、最悪1点は OK。 外角で、外角で切りに行きましょう。三振ゲッツーが一番いい。三振取ってゲッツー、あー無理か、ゲッツーに行こう、ゲッツー。 OK、 もう1点取りに行くよ、みんなで。小塚は下ろそう。で、大物なら走れると思う、俺は。揺さぶるからの取り、さすがに大物ならね。 OK、 大物でギリか、大物でギリか、大物でギリなら多分他の人無理だぞ、これ。
一番出しにくい人、生駒からいこう。で、長井くんは打てると思う。実際問題は打てると思う。いけ、もうセーフティーとか無駄なことしない。あれー、オッケー、カズマッツン出して勝つの、勝つのはもうチャンスも A だし、パーヒ相手も2番手期待しよう。一発にもう優秀の美を飾ろう。勝手ホームランとか言っていう優秀の美を飾りたい。 OK、 この試合も天才が輝く。いいね。まあ一球待ちます。もう一球待ちましょう。ストライク入れられたらここはセーフティーします。 OK、 うまい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 、いいね。全然バントでいい。で、4番の落合さんに期待。落合さん、ここはインコースヒッターでしょ。阿部秀いいか、引っ張ろう。ミートに引っ張ろう。いけ、一本行こう。 OK、 返せ返せ返せ。 OK、 いいね。で、落合さんも下ろすかどうか。でも走れないよな、どっちにしても。いや、このままあーせいやー、あばれるな。今日最後の、今年多分最後のクリリンの打席です。3割乗せよう、3割乗せよう。ダメだー。 OK、 川添が無失点でいった。魔物、魔物が来ました。皆さん、みんな魔物のタイム、魔物のお時間です。魔物、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 魔物の歌。くせ者使いの、ここは引っ張るよ、引っ張るよ。荒金、荒金引っ張るよ。当てればいいから、とりあえず。オッケー、それでいい、それでいい。オッケーオッケーオッケー、いなし、ナイス。で、お祭り使っといて代打きます。代打末松、今日もともと出す予定だった末松です。この男なんだかんだ超強いです。センター返しか、転がせだったら転がせでいこう。転がせならでいこう。いけ、阿部日、オッケー、いいね、超阿部日。よし、長いも続こうぜ。もうクリリンまで回してほしい、個人的な希望として。いった、満塁だ、長いゴンで。いや、ごめん勝野、ここはセーフティーで行くわ。オッケー、いいね、オッケー。記録はサードのエラー、サードのエラーです。で、マスカーも同じく送りバントでいきましょう。あ、ダメだ、めっちゃ真正面。 OK、 うっそ、セーフだろ今のは。もう落合さん、落合さん3割乗せたいな。ここ打ても3割乗るんじゃない。頑張れ、3割乗るんじゃない。乗れ、乗らせろ、乗ってくれ。どうだ、超えろ、頭超えろ。 OK、 で、ここはクリリンだ。クリリンの3割チャンスやってきました。もう狙うしかない、ここは狙うしかない、狙うしかない。伸び A、 いや、でもクリリンのインコース、インコースさばきだな。ダメだったか。おし、小竹いくよ。来年のエースだからね、君は。門松と、あとは生駒と、あともう一人誰でいこうか。じゃあ最後はギーまで。おし、小竹いこう。4番か、最初は4番と熱血でこのまま勝負します。いけ、もうこの球速をガンブリで。ああ、いいね、勝つの。もう3年生全力で、この天才から天才へのバトンパス、これから頼んだよ、うちのチームをっていう風に任された気がする。頑張れ、こだけ、もうこの回抑えて来年の俺に任せてくださいって。お、天才から天才のリレーだね、これは。もう天才からタスキが渡されてる。これで君も真の天才へっていうね、アドバイスだと思うよ。いけ、こだけ、こだけももう最後まで投げきっと。グッバイ、君の運命の人は僕たちだ。王者奪還。いやー、激アツだった、本当に激アツだった。ありがとうございました、最後までいい戦いでございましたね。で、マスカックもいい感じで成長した。来年は2番でいきましょう。な感じで今回の振り返りやっていきましょう。次のキャプテンどうしようか、大原あたりでいこうか。よし、そんな感じで、ここは普通にあれでいいか、打撃力自身でいいか、いきましょう。はい、振り返りでございます。小竹くん 1.84、
と川添が 3.38、 まあ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 いいんじゃないでしょうか。だいぶ強いからね、伸びいいだけがなんか気になるところだけど。次、マスカは2割4厘、まあまあ上げてきてるっちゃ上げてきてる。あらかね、1割並ぶ4厘、そんなに打ってなかったか。長い3割4分6厘、まあちょっと落としてるけど、まあいいや。落合さん2割4分、まあ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 3割乗っけてるからいいや、今のところは。この3本をできれば30本にしたいね。はい。で、ギーマ2割。あとは、こんぐらいか。な感じで次回は、またこのオーダーを組んで、やっていきましょう。また次回の動画で、皆さん、お会いいたしましょう。また来年からもよろしくお願いいたします。またね。